交差年代決定法とは、遺構や異物など考古資料の年代を決定する方法で、相関年代法の別称がある。原理的には、相対年代を対応させていき、すでに歴年代が分かっている地域の変年に連結させていく方法である。交差年代決定法は、異なる地域間の考古資料を相互に、形式学的に比較したり、また、湿度の共犯関係などを、 比較検討したりすることによって、それぞれの地域の考古資料の年代対比を明らかにする方法である。この方法によって、例えば、日本列島のように文化的先進地帯である、中国に近接した地域では、文献資料や記念名で年代の判明している、中国側の資料と比較によって、弥生時代や古墳時代の資料について、歴年代をある程度は知ることができる。 これは単に歴年代を算出する手立てであるというだけではない。形式の網の目をどこまでも広げていく作業に見えて、そこからは年代的な接点だけではなく、様々なレベルで展開される文化の動態を明らかにすることも可能である。そういう意味で考古学研究の上道であり、根幹をなす研究法だと言える。なお、年輪年大学の領域でもクロスデーティングの手法が、 取られる。ありがとうございます。